デカキン TV レディゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。どうもドラマです。ヒジティどうもサグワです。おいやめろ、おいおいおい、やってくれてるお前マジで。泡だらけにして、おい水の泡だと。水の泡だ。ありがとうございました。終われないんだよ、これで動画。2人に今日は物申そうと思ったの。マジで今日はもういつものデカキンじゃねえから。いつものデカキンじゃなかったら今日はな、なんですか。そう、だから大喜利大喜利だったら俺弱いからダメだけど、怒ってるっていうこと言いたい。まあ、じゃあどっちから行く。その物申されたい方から。どっちか、2人は当たり前、当たり前じゃん。じゃないと2人呼ばないでしょ。じゃあ俺からやっぱ。じゃあサグワから行く。分かった。じゃあ、 あのね、サグワ、この前俺ね、外歩いてたのよ。はい、したら、あの、すいません、デカキンさんって呼び止められたの。やっぱ影響力も出てきちゃったから、あの握手なり、写真なり撮らなきゃダメだなと思って、こう待機したの。あ、いいですよ、なんて言って。したら、あの、その人が、サグワ君に渡してもらえますかつって、手紙渡されたのよ。はい。うん。俺、郵便局員じゃねえんだよ、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。なんでおめえの、そう、ファンのよ、手紙届ける俺、郵便局員みたいなことしなきゃいけないんだよ。切ってなしでいけるからね。せめて切って俺に貼れよ、それだったら、お前、バカ野郎が。実際持ってきたんですか。持ってきたんすかじゃねえ。いや、だから、だいぶ前に送ったの覚えてない。俺、写メして送ったのよ、それ。で、デカキンさんの LINE 全然覚えてないですね。ブロックしたけどそれ俺悪くないですからね。悪くないじゃん。俺に物申したらしょうがないです。ファンもあなたのせいです。確かにそうです。自分のファンの責任はもう自分のせいですから。そういうふうに接してきたからそうなってるわけですから。じゃあ俺今度返事書くんで渡しといてくださいね。行ってきます。行ってきましたらねえんだよお前。郵便局員じゃねえんだよお前。いやだからそれを気をつけてください今後。じゃあ分かりました。お願いします。皆さんもね、お願いします。お願いします。お願いします。本当にそれはやめてください。でさ、ブチ切れた後になんか飲み干してやるっつってそこにあるのいつ飲み干すの。ふざけんなお前らのせいなんだよ。スペシャルパン。来た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 。頑張れ頑張れ頑張れ。気をつけろよ。やっぱジェネス1にいた時代に、はい、やっぱりこうマホト君とかサグワと一緒にいることによって、はい、俺もやっぱちょっとチヤホヤしていただいたのよ。やっぱ大きくて可愛いとか、はい、その時にグッズもねある程度は売れたのよ。やっぱり全部メルカリ売られてるぞお前。ジェネス1やめた後お前全部メルカリ売られたぞお前。ジェネス1時代に作ったリストバンドとか全部メルカリにお前。なんなら俺のだけじゃ売れねえからお前セットで売ってるわ。セットにして売ってるわお前。デカキンのラバーバンド3つ、それになんかこう東海のやつがつけたりとかして、大体俺と夢丸くんのセットで売られてるわお前。ふざけやがってお前。何でも売りやがってお前。人の気持ちお前。面白いっすね。面白いっすねじゃないんだよ。こっちは被害受けてんだよ。だからそれをね、ちょっとずつ、はい、そう、それやってください。落ちは落ちは。じゃあ俺はやってくださいってなんだよ。あ、ほら、もう郵便局に。今日も朝早いんです。おいおいふざけんなお前。